おいしめめんちだった。何めめ。こんばんは、ゆうです。よすけです。ここに、なこもいます。あーい。あーい。今日の動画は、お家についてお話ししたいと思います。ちょっとなこの喋り声が入りますけど、ご了承いただけたらと思います。はい、以前僕がインスタグラムで質問コーナーした時もすごくたくさんお家関係の質問をいただきまして、ここでまとめて答えさせていただければと思います。質問コーナーとか前 YouTube でもちょっとちらっとお話ししたよ、その時に何件かご質問いただいたので、それを元に答えていきます。まだ建設途中なので、例えば壁紙の色とか、なんかそういう選んだ細かいものはちょっと自分たちもまだ分かってないので、この動画を上げてるタイミングではお答えはちょっと控えさせてもらえればなと。な、今言って自分たちも思ったのとちゃうかったりして伝えてしまうとちょっと良くなかったりすると思うんで、そして完成したらルームツアーもするので、また家具入る前のルームツアーとかこだわったポイントとかもお伝えできたらなと思っておりますので、今日は経緯、経緯ってお話動画です。ではなぜお家を建てようとなったのか。はい、まあもともと憧れがあったっていうのが大きいポイントと、まあ、子育てするって考えた時の選択肢の中にずっと子育てを立てるっていうのはあって、2人の中で子育て立てたいなっていう思いっていうのはあって、うん、それがタイミングよく土地が見つかったっていうのがいいかな。そうやね。で、立てる場所は大阪。もともと東京にそんなに長くいるつもりはなかったんですけど、今3年目か。そうやね、3年、まあ、もうちょっとで3年ぐらいなんですけど、大阪帰るってなったら賃貸じゃなくて購入した方が自分らの好きな仕様にできるから、まあ、賃貸より購入の方がいいかなという気持ちでネットで土地を見てたんです。で、突然っていうか、まあ、ゆいが見つけてくれて、なんかもう出会いやんな。土地って出会いっていうし、みんな土地探しに結構苦戦するっていうんですと、実は私たち一発です。雨についたね。ほんまに理想というか、場所も広さも駅からの近さとかもそういうのも全て兼ね揃えて、小学校とか中学校とか、うん、土地が見つかって、なんかこんなに早くさ建てると思ってなかった。思ってなかった。もっと時間がかかって、そうそうそう、時間がかかるかなと思ってたら思ったより早く見つかって、だからほんまにトントン拍子というか決まっていって、でも知らなかったことは、土地だけを先にこう何購入できると、あーそうね、ローンを組んでできると思ってたんで、とにかく土地を抑えようというか気持ちでおったんですけど、土地がその一発で見つかって見に行ってめっちゃいい。でそのここやってなってんな。めっちゃなのじゃ。でも順番があるからさ、うん、早く入れないとあかんとかがあって、不動産の人と喋ってたら、そのまま初めカーさんもう決めないといけませんっていうことを聞いて、そんな予定じゃなかったから、そのハウスメーカーとかも別に見てなかったの。見てなかった。3社ぐらい、そうやね、話を聞きに行って、で一つに絞ってって感じでハウスメーカーを決めました。ハウスメーカーは最終的には大和ハウスに決めました。決めました。大和ハウスに決めた理由は、理想が叶う、やりたいイメージとマッチしてた。そうやね、比較的自由度が高かったっていうのが一番かな、うん、と出会った営業の方、その後に建築士、設計を変え、全部決めてくれる人、そう、最終の決定までに2回ぐらいお会いするんだ。え、結構4回ぐらいあったんだけど、で、そういう機会をいただいた時に最終的に図面を変えてきてくださって、仮のね、それがもうそれまでに話してた自分たちの希望にぴったりというか、まさに汲み取ってくださったっていう感覚やって、この人がいいってなったな。そう、それでここに決めようってなって2人とも同意。もう1個、そうやね、もう1個。ヨロロロヨロロロロ、そっからがトントントンって感じやったな。決める、そうやね、あっという間に決まっていったって感じかな。で、書いてくださったやつはあんまりあくまで仮やったんで、そっから、まあ、ここもすごく良かったなと思うんですけど、自分たちがどう生活していくかとか、
どんな風に暮らしたいかっていうのをむっちゃ聞いてくださって、だったらここはトイレの位置はこうとか、いろんな洗面台の位置は廊下にあった方がいいのか、中に入れてしまった方がいいのかとか、自分らの分からない部分っていうか、確かにその方がいいですねみたいなことが多くて、信頼度アップすぎて任せてたらもういい感じにしてくれるんじゃないかなみたいな。で、できるだけなんかこうシンプルにとかいう要望を多く見取ってくださって、じゃあコンセントの位置はこっちに回しましょうかとか、なんかそういうことを本当にいろいろしてくださって、出会いが良かったなって、本当に出会いが良かった。で、場所は大阪で建てるんですけど、まあ、それは2人の地元も大阪っていうことで、まあ、2人の両親、家族とかも、まあ、全員大阪におるんで、まあ、東京はな、東京もいいんですけど、やっぱ今後子育てしていく上で自分たちの親だったりとか、そういうサポートも得られるって考えると大阪もいいのかなと思ったりとか、慣れ親しんだ場所っていうかな、まあ、お二人とも大阪やから、大阪が地元やから知ってる場所、地域で、まあ、子育てしていくっていうこともいいなと思いまして、その場所にしました。はい、まあ、詳しいどの辺とかはお答えすることできないんですけど、大阪という町で、で、まあ、お仕事も、まあ、陽介はお家でもできる。そうやね。で、私は結構店舗で働くっていうことが多いんで、まあ、東京にも店舗が2店舗あるので、行き来しながら新しいお家も楽しみながらという生活になると思います。そうだね。これやめよう。迷わず全部決めたって感じ。まあ、内装とかちょっと悩んだ。キッチンとか、いろんな見に行ったりとかしてた。結構ストレートに決めたよな、部屋数とか。あー、そうやな、共通認識ができてた部分が。ありがとう。まあ、完成したらいろいろお見せできるかなと思うので。そう、今この言葉だけで伝えるとな、どうしても難しいから。まあ、何階建てとか。あー、3階建て。3階建てです。で、部屋数は4個。今日リビングや。お LDK って言うんだっけ。呼び方わからんねんな。ファミリークローゼットも入れるんだ。だから水回りはどうなるのかとか分かってくるの。まあ、そんな感じで ね、はい、またインスタでちょこちょこさせていきますので。ずっと喋ってるやんな。で、完成したらまたご報告しますので、はい、またお家について年明けぐらいに動画にできたらなと思います。バイバーイ。